新型コロナウイルスについて、県は今日新たに1人の感染が確認されたと発表しました。新たに感染が確認されたのは、生駒市の男性1人で軽症です。現在の感染者数は1人、中等症、重症の人はいません。また、県は昨日厚生労働省が発表したオミクロン株への感染が確認された患者の濃厚接触者が、 4人は昨日オミクロン株への感染が確認された患者と同じ飛行機に乗っていて全員症状はなく陰性だということです